第2回羽ばたく女性研究者の受賞者をご紹介したいと思いますまず最初にハーバード大学科学キミカルバイオロジー学科博士研究員市川咲さんそして物質材料研究機構構造材料研究センター研究員門脇麻里子さん イエール大学医学部免疫生物学部門博士研究員森山美優さんハーバード大学医学部ブリンガムウィメンズ病院産婦人科助教授笹本直子さん ではあのパネルディスカッションはこの4名であのしたいというふうに思いますえっと私 MC を今日務めさせていただきますえっと大島真理ですよろしくお願いいたしますではあの早速ですねあのパネル討論といたしまして本日は4つテーマがございますまず最初のテーマはですね昨日受賞式が行われたんですけれどもえっと受賞式を終えての感想 についてお伺いしたいなというふうに思ってます。では、まずトップバッター市川さん、いかがですか。ご質問ありがとうございます。えっと、そうですね。もう、まだ昨夜のことなので、本当にまだ興奮さめやらぬ。という形なんですけれども、本当に改めて。その、大変嬉しく、そして、光栄に思うとともに。 もう改めてこの賞の重みを感じるといいますかこれから一層頑張っていきたいなというふうに思ってますそしてあの今までお世話になった方々にあの一つ一つ感謝の気持ちを伝えていけたらなというふうに思っておりますありがとうございますではあの2番目ですね門脇さんいかがでしたか昨日は授賞式でと他の受賞された方々の,あの素晴らしい研究内容であったりその目標を持って研究されているお話を聞いて そのすごい刺激を受けて自分も頑張って研究したいというふうに思いましたまたさまざまな専門分野の研究者の方々もいらっしゃってその自分の専門分野にとらわれずに広い視野を持ってこれから研究していきたいというふうに感じましたはいありがとうございますあの私も同席させていただきましたけれども非常に私自身もあのでは次森山さんいかがでしょうか はいそうですねこちらにもいらっしゃるこの素晴らしい研究者の皆様と一緒に受賞させていただくことができて本当にそれ自体すごく価値のあることですし昨日は本当にそうそうたる方々にお集まりいただいてこの受賞を祝福していただいて本当にこの賞の重みとと嬉しさをかみしめる。 ことができました。はい、ありがとうございます。では最後に笹本さんよろしくお願いいたします。はい、あの昨夜はとてもあの素敵なあの会であのとても楽しかったですし、あのたくさんの方にあの激励あの頑張ってねっていう風うにあの言っていただいて改めてあの。 研究を頑張っていいいこうううとふに思ましたまたこちらにおられます本当に研究の分野はもう皆様全然違うんですけれどもお話しするとキャリアのお話であったりとか研究内容のお話であったりすると共通する部分もキャリアステージも似ておられるということでありまして非常にこの出会いにの嬉しく思ってます。 はい、いありがとうございましたあの。今出会いってお話しされましたけれども昨日は駐日ポーランド共和国大使館で授賞式が行われたんですけれども、えっと、皆様初めてですかあのあの研究分野が違うんでじゃあもう初めてお会いしたということでこうやって4人の方で授賞式に参加されてど,どうでしたか <laughs> じゃあ、あの… はいあのはい私はもともと産婦人科医師でバイオマーカーの研究をしてるんですけれども市川先生森山先生とお話しさせていただいて免疫学であったりとか実際タンパクの就職私もタンパクのバイオマーカーの研究をしてましたのでそういった点であの。 どんな研究をしているのかっていうお話を少し聞かせていただいて非常にあの面白かったのと腐食についても,もう無機物は全くあの研究分野あのが重ならなかったんですけれどもあの教えていただいて宇宙では腐食は起こらないとか <laughs> あのすごくあのお話ししていて楽しかったですあとまあやっぱりキャリアの,あの私たちあのま,だあのま,あまだまだこう若手のキャリアステージにありますので。 あのまあ今後どういったふうに、まあ、あの国際的に、あの活躍していくために、こう、あのまあ新たな次のステージに向けて、こうどうするかっていう話も、あの少しできて、あの勉強になりましたあ。はい、ありがとうございます。ちょっと腐食の話も出ましたけど、門脇さん、いかがですか。 そうですねあの私はあの無機物の研究をしていてその研究分野が全く違ってそういった意味ですごい刺激になったとっいう部分もあるんですけれどもその最も参考になったのはの他の先生方はアメリカで活動されていてその将来的に国際的な研究活動をしていくのが私も大切だと思うんですけれどもその姿勢というかその研究活動の仕方の部分もすごいたくさんお話が聞けて参考になりました。 ありがとうございますそうですね、今日受賞者3人の方はアメリカですよね、で活躍されて市川さんは、あれですか、アメリカはどれぐらいあのいらっしゃるんですかね、そうですね私はあの大学院の頃から、アメリカで活動しておりまして、博士号をあのアメリカで取得したので、もうアメリカは8年間いることになります。ああすね、もうう次の夏、はい、この夏夏こで丸9年になるという、はい すいません。森山さんい,いかがですか？あの、アメリカ大体どれぐらい今いらっしゃるんですかね？私,私はえっ、ー、と博士号を日本で取ってでポストドクとしてあのアメリカに行きましたので、あの7月で丸4年になります。 ありがとうございまあ皆様ま,ずまだキャリアのアーリーステージっていうことですけれどもさまざまなあのバックグラウンドでご活躍されていて非常にあの素晴らしいなと私自身もあ,のあれですねあの審査の。 あのアプリケーションフォームを読ませていただきましたしあの面接にもあの参加させていただいたんですけれどもあの非常にあの多岐にわたる研究でしたけれども分野外の私でもすごい分かりやすく説明していただいたんでよかったなというふうに思ってます。 でえっと、次のテーマに移りたいと思います。であの、まあ、日本あの門脇さんは日本にいらっしゃいますけれどもお三方アメリカにいらっしゃいますけれどもあのこの本書をどうやって知ってこの応募してみようと思ったその理由ですねについてあのお伺いできるといいかなというふうに思ってます。じゃあ門脇さんからいきましょうかね。はい 本章を知ったきっかけはそのポスターを拝見しましてあ,あの職場の人にも応募したらどうかっていうふうに勧められましてそれで応募しました、えっと普段自分が研究をやっているとその自分の専門分野が近い人と話す機会がとても多いんですけれども本章は審査員もさまざまな分野の先生方が務められていてそのような全然分野が違う方に自分の研究を知ってもらういい機会だと思って応募したいと思ってそれで応募しました あはいありがとうございますなかなか力強いあの応募理由であの非常に嬉しく思います,、えっとあれですね、市川さんアメリカでしたけれどもどうやってこの賞を知って、まあ、応募してみようというふうに思われたんですかねあはいありがとうございます、えっと、この賞を知るきっかけになったのは実は第一回の受賞者の方と一人と個人的にあのご縁がありましてその方からあのこういう賞があるからぜひあの ちょうどキャリアステージ的にもちょうどいいタイミングだと思うので応募してみたらどうだというふうにあのご推薦いただいたのでまあせっかくだから挑戦してみようというふうに思ったという形になりますあ,あれですかね門脇さんはポスターっておっしゃってたんですけどアメリカはさすがにポスターは貼ってなかったか、ね、ポスターは残念ながら貼ってなかった,んかったという感じですか <laughs>、はい、ありがとうございますえっと森山さん言えるですよね森山さんはどうやってお知りになった なってて応募してみよううというふうに思ったんですか、ね、はい、あの賞のこの存在自体は選考委員長の岩崎明子先生があの私の研究室の教授の先生なのであのこういう素晴らしい賞があるというのはあの存じていたんですけれども、まあ、出そうと思ったのはそうですね複数の方からあこういうのがあるから。 どうしあの出してみたらどうかっていうふうにあの先ほどお二人もおっしゃってましたけれどもあの進めて頂い,いてあの本当にせっかくだから挑戦してみようということであの応募をしましてまあでも一つあの理由としてはあのアメリカでポストあのドクトラルフェローとしてやっていてあの将来これからどうしていこうっていうところでこの賞があのきっかけに。 も,もしかしたらその一歩さらに挑戦できるかなと思ってきっかけになるかなと思って応募をさせていただきましたはいありがとうございます笹本さんもハーバード大学でアメリカですよねどうやってこの賞を知ってまた応募してみようというふうに思われたんですかはいあ,のありがとうございますあの私は恥ずかしながらもう全然この賞のことを知らなくてですねであのたまたまあの今 NH であのパーキンソン病の研究をしているあの友人が おりまして、あの日本人の方なんですけども彼が NIH ではあの割とこのこのーについてあのこういうのがあるよっていうあの情報が回ってたらしくてでそれで「笹本さんあの応募してみたらいいんじゃない?」っていう風にあの言ってくだあに教えてくださって。であの 応募ししてみましたであの、まあ、応募しようと思った一番大きな理由はあの、まあそのまあ、ポスターを私はあのオンラインの PDF のポスターを拝見させていただいたんですけれども <laughs> あの、まあ、まさにこのショーの,あの理念あの日本人研究者若手の日本人研究者がこう海外で国際的にこう活躍するのをこうサポートしたいっていうあのその理念にもうあのとても感銘を受けまして是非自分もあの参加したいと思いあの応募させていただきました。 はい、いありがとうございます。やはりあれですかねあのなかなかホームページを自分で見てるっていうよりかあの口コミっていうんですかねお知り合いの方から教えていただいてあの応募したいっていうふうになったのかなというふうに思ってます。まだあのこの 今回で2回で目なんですねなのでまだまだ認知度が低いところもありますけれども、まあ、多くの方に知っていただいてあの応募いただけるとありがたいなというふうに思ってますので、まあ、今日いろいろなお知り合いの方からこういう形であの聞いて募集してみようって思っていただいたのは本当に嬉しいなというふうに思ってます。で皆様、まあ、今、ね、本当最前世の研研究究者としてあの研究を本当 あの国際的にですねもうグローバル規模でやってらっしゃいますけれどもちょっと研究のお話に行きましょうかね。